金桜神社は、山梨県甲府市を竹町2347番地に鎮座する神社である。地域北部、荒川上流の山間部に位置する。幕末までは、蔵王権現と呼ばれ、慶応四年の由来書で、金桜神社と称している。有力天皇時代に、金峰山に本宮として創建されたとされる山岳信仰の神社で、金峰山信仰の中心神社。 周辺には、新式や御子屋敷や宿坊があり、三竹村は、門前町を形成した。身体は、高さ20メートルの河口岩室からなる五条岩。祭神は、正明彦命、大名討の命、須佐能の命、日本穂高、串稲田姫命。五神宝は水晶。金宝山社記によれば、本宮は、慶光天皇40年に、 山と武が東西の岐路に参景し、海の国造の使用ミ見クネに、社殿の造営を命じたという。有力天皇十年、神直によりお竹山に社殿が造営。大宝二年には、山と国金峰山から、蔵王権現と、近世大明人が誕生され、それぞれ本宮と中宮に合祀された。消失前、明治四十五年頃に撮影された。 金桜神社昭和初期の神楽殿と拝殿古代には、カ国寺が参詣し、空海は、自筆経文を奉納したという。カ武田氏の祈願書として崇拝され、子祖の泉清光が、中宮の社殿を再建したという。鎌倉時代には、幕府執権の北条時寄が、大般若経を奉納し、日蓮も、法華経を奉納したという。ご造跡の頂からは、 海の蛇と呼ばれる湧水川木、甲府市域を流れる荒川や愛川をはじめ、武蔵国の多摩川や信濃国の千曲川の水源とも信じられていたため、工作守護神としての信仰も集めきうさいが行われた。江戸中後期には、関東、中部地方において、秩父地方の三宝神社や奥多摩の武蔵、御嶽神社を中心に、日本狼を建属とする建属信仰が交流するが、 狼信仰の信仰圏に含まれる、海の山間部において、金桜神社は、上野原市の大勢加護神社と共に狼信仰の神社として知られ、金桜神社では、海の国社記、寺記では、日本穂高の案内役を務めたという史録の説話を紹介しており、これに基づく、絵画資料なども存在し、現在でも狼札を配布している。里宮境内の中宮の本殿。 東宮本殿は中世の建築で、年代は不詳であるが、室町時代の混流であると考えられている。海の国史では、里宮元宮は武田信義の造営で、中宮の本殿は源清光により再建され、東宮本殿は近世に浅野長政に混流されたとしている。中宮の本殿は三軒車流れ作り、東宮本殿は片三軒、丹層の入りもや作りの社殿。 両本殿とも屋根は、日渡吹きで箱棟を乗せる。両本殿は1907年に、国の重要文化財に指定されたが、昭和30年12月18日の火災で、両本殿はじめ十二棟や、伝下神五郎作の昇流交流が消失しており、現在の朱塗り社殿は、昭和34年、殿武田勝頼法納の能面八面、住吉牧絵手箱、家門山、牧絵手箱、 伊カダさん、マキツズ堂、ブグさん、マキエツ堂はそれぞれ山梨県指定有形文化財。昇流交流は堀有事作のものが奉納されている。また、境内には、ウコンの桜がある。例大祭は4月21日から22日で、三丈大神学が行われている。現在は、新域が秩父多摩国立公園に属し、三丈商船橋と共に観光名所となっている。 ありがとうございます。